チス、どうも、誰も知らない、カリウドです。どうですか、このダイバー装備とガロン装備の。ガロン装備の、早く、オドガロンの重ね着が来てほしい、おしゃれ。おしゃれなブル、セクシーなブル。さて、置くとして、いろいろ調べていたらですね、私も知らないこと多々あったんですが、ダイバー装備は重ね着があるということを知らない人もいらっしゃるということで、この夏から始めらっしゃる方、もしくは復帰される方のために、ちょっと、こういう夏の昔のイベント復帰した時に、もしくは新しいイベント来た時にやってしまうあるあるを皆様にお伝えしていこうと思う所存。まず、今季の重ね着ですが、ちょっと全部はまだ手に入っていませんが、こちらを見てください。ダイバー衣装とパピオン衣装が追加されております。ダイバーは、弱っちいって言ったらあれですね。まぁ、ちょっと使いにくい、趣味っぽい、ホビーな装備が、鍛冶屋にあるので、おい、これじゃあ、おしゃれ装備に使えないじゃないかって思ってる方もいらっしゃると思います。同じくパピオンもですね、実はこの通り重ね着が着ておりますゆえ、ぜひ、ね、色がね、がっつり変えられるんで、派手だろ、これ。すごい派手ですね。変えられるので、ぜひ、こちらの方チェックしていただきたい。両方ともね、鍛冶屋に防具があるんですよ。そして、こちら。重ね着装備の生産、シャドウアイ。シャドウアイ、というのはですね、サングラス型の防具なんですが、これ気絶が2個ついてて、スロット1が3つついているという防具としては、イベント防具としては破格の性能を持っている防具があるんですけども、こちらの重ね着装備も出てます。そして気をつけていただきたいのはですね、まあ、これまあ、日にちをまたげば全然関係ないんですけども、こちら、必要なのが、納涼チケットに、黒い推奨チケット1となっております。黒い推奨チケットは元々の防具を作るための、シャドウアイ、防具としてのシャドウアイを作るためのチケットで、まあまあ、クエストは来てるので、やれば OK なんですけども、納涼チケットはですね、ここで見れるかな?バウンティの、配信バウンティのこちら。こちら、もうクリアしちゃってるんで、もうもらえないんですけども、こちら4枚と、ログインボーナスの1枚。しか今日はもらえません。ですけども、ダイバー装備の重ね着がですね、こちら納涼チケット5枚使ってしまうので、もし今日、グラサンが欲しいですって思ってた人は、そちらにチケットを使った方が吉と思います。まあ明日、配信バウンティーとログインやれば、まあすぐ手に入るんですけども、なんせね、お祭りなんでね、初日からお披露目するために防具をね、集めたい方もいらっしゃると思いますので、ぜひともそちらはお気をつけていただき、だい。そして、イベントクエスト、いっぱい来てますね。この中で新しいものがもらえるのは、真夜中の大騒ぎ。眩しさに抗う者たち。これがさっきの黒水晶のチケットがもらえるクエストですね。これ、この新クエストではないんですけども、この間来まで来た歴戦王2種来ていますので、これ埋もれてるんでね、なんとなく、あれなんか見慣れないクエストだな、みたいな感覚でいますけども。初心者の方はとりあえずちょっとまだ、いきなりは挑む前に一度、クエスト内容を調べてから行きましょう。めちゃくちゃ、まあ、強敵が待っているということで、この脈打て本能もそうですね。あ、それからこの、だが玉座に牙を剥ぐもそうですね。結構高難度クエストなので、ちょっと気をつけていきましょう。はい。というわけで、集会所はこのように、見た目が美しくなっており、何よりお姉さん方、受付嬢もそうですが、ちょっとセクシナブルな感じになっております。なぜここで双眼鏡が使えないのか、といったところをちょっとクレームを入れたいところですが、まあ、さておき。イベントクエストを探してる上であたって、これ結構私も毎回やっちゃうんですけども、この、受付の左にいる、ちょっと強そうなお姉さんのチャレンジクエストにもイベントクエスト、アイテムのもらえるクエストが来てますので、こちらもチェックを忘れなきように。これガジャブ大脱走が今回の新しいクエストですかね。ですけども、ガジャブ大脱走は乗るだっけ。ガジャブ大脱走がパピヨンシリーズとガジャブの猫装備ですかね。で、パピヨンシリーズが先ほどの交換品でも使えますし、クイーンビートっていう防具もこちらですね。はい。
他にも、確か殺意に目覚めたとかコラボ系のクエストなんかもこっちにあるんで、毎回ね、あれどこだイベントクエストないじゃないの、どうなってるんだ、おい調べてもよ、なかなか出てこねえよって思ったらこちらでございます。まあ、そんな感じですかね。あとまあ食事ですか。食事、この集会所でご飯を食べると、これ納涼の宴定食、こちらがねいただけますんで、スキル発動率3のこちらの食事が食べれますゆえ、ぜひこちらの方覚えておいていただけるとよろしいかなと思います。まあ、こんなもんですかね、こんなもんですかね。まあ、ちょっとあの細かいクエストなんかにはね、なんかに関しては今後また復帰してて面白そうなクエストはやっていきたいなと思っています。実はあのイベントクエスト全部のチケットゲットしきれてないんでね、特に武器はね、複数作っといて、ぜひともこれを機に、あーこの武器すげー使うのにカスタムが1本しか用意しなかったらカスタムの使い分けが大変って思う人はゲットしておいてください。というわけで、まあ納涼祭始まったんでで、8月2日ですか、新しいイベント大型アップデートもね決まったんで、こっから忙しくなりますよ皆さん。夏休み潰れちゃいますよ。というわけで、誰も知らないカリウドでした。皆さん気をつけてください。特に熱中症にね。